コーリング黒木着信、今日もやっていきましょう。どうぞよろしくお願いします。よし、さてと、今日はね、さっきもお話しした通りですが、続きからですね、携帯電話を食事用のエレベーターなんですか、から叩き落としたら壊れて、ね、その後女の子が、真っ赤な女の子が俺に抱きついてきたっていうね、ハートフルストーリーでしたね。さあ今日は携帯電話を、なんかくるむものを探しに行くっていうのが今回のお話です。さて、包帯がどこにあったかが俺覚えてないんだよね、ほんと。どこだっけ、みんな包帯置いてたのって。ねえ。ちょ、ごめん、固まっちゃった。いきなり固まってびっくりするよ。やめてくれ。よし。あれ？服がなくなった。ね、診察室か、手術室。多分俺もどっちかだと思う。失礼しました。ね。よし。それかな、あと1階にあった、1階にあった診察室か、2階にある手術室ってとこでしょうか。そうですね。多分病院に関係する、いい感じの部屋にあるんでしょうね。取りに行きましょうか。行きましょう。今日も反省文ルール適用、OK。じゃ皆さんもね、ビビったら、ちゃんと、あれですよ。反省文書いてください、皆さん。ね。お願いしますよ。さて、調べましょうか。ん？なんか今聞こえた？まだビビってないからね、俺。任しといて。コットンと包帯両方いる？わかんねえ。両方取っちゃおうか。ね、せっかくだし。よし。さあ、手術室ですね。どっかの棚にあったよね、確か包帯は。こっちだっけ？よし。どっかの棚入ってたの俺覚えてる。あ、これだこれだ。さあ、医療用の包帯獲得です。クッションにするには心もとない。他に何があれば。あ、やっぱ両方いるんだこれ。ねえ、あとは、ん？誰？手術中ですね。視野を広げてくれ。出血部位は誰？くんのかよお前！逃げろよ！暗い！え？何？いや、近いってよ！なんで待ってんだお前！あれ？消えた？え？逃げよう。何が誰だじゃ。まだゼロビビリですね。大丈夫です。あれ、麻酔なしの手術。痛くて泣いちゃうよ、それ。さあ、もう一個ですね。調理室じゃない。ね、どっかの部屋にあったはずですよね。ここじゃない。コットンが、すごい捨ててあったところ。ここだ。診察室だ。よし。さあ、ここの裏側、これ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 。さあ、医療用のコットンを入手。クッションに使えそうだ。包帯で固定すれば、ああ携帯電話うわぁ、まがまがしい。コーリングってな、そう、あれにビビる。アイテム取った時の音が、妙に怖いんだよね。ただもうアイテムはないよね。行きましょうか。見た目がもう、いっちゃってる感ある。さてと、今からね、行きましょうか。3階へまた。行こうか。画面見えなくて、画面見れなくてもいいの。携帯電話2個持ってるんだよ。ね。で、このゲームのシステムとして、携帯電話を使って、携帯電話にワープするっていう機能、なんかすごい、
便利機能あるんですよ。それを駆使して1個の携帯を地下に投げ捨てて、その携帯に電話をかける。そしたらその地下に、地下へワープできるっていう、そんなね、嬉しい恥ずかしい優しい機能あるので、うまく使っていきましょう。で、3階からね、携帯電話を投げ落とすために、あのクッションを今つけたところです。で、今からね、投げ落としましょう、地下へ。あのワープいいよね。俺が今からリスナーの家に電話かけるじゃん。やったじゃん。生実況聞けるよ。イエーイ、俺でーすって叫んで帰るね。やべえ、楽しそう。みんな、ぜひとも呼んでね、俺を。うるさいって、帰ってってごめん。嬉しくないって、会社に電話かけたら勘弁してください。どうやって帰るの？じゃあ自分家に電話すればいいんだよ。完璧じゃん。よし。来ても電話貸してあげないって。結構辛いね、それ。さてと、投げ落としましょうか。諸賢さん、こんにちは。さあ、ここだね。さあ、どこまで繋がってるんだろうか。さあ、携帯電話、投げ込みましょう。ぽいぽーい！うわ、すげえ。すげえ、くるみが食ってる。イエイ！シューさあ、今の携帯に電話かけたいんですけど、番号わかんないですね。どれですか？番号どれですか？皆さん。待て。日高さんだっけ？997521。あれ？違う。521884。さあ、かけてみましょう。日高さんに。つながるかな？俺たちの思いは。大丈夫？言ってる言ってる、繋がってる。天意！よし。さてと、到着し、あ、携帯だ。さあ、携帯電話回収です。オッケーです。理念室？まだビビってないですね。さて、セーブポイントがあるので、セーブしておきましょうか。お腹痛くなってきた。早いな、今日は。まだ大丈夫。ね、リスナーさんもビビった人は、あとで反省文な。ちゃんと書いてくださいよ。くそー。セーブポイント現れてる。きれいきれいだね。よし。何これ、布団？使用済みの布団やシーツがある。汚ねえなあ。さあ、ここが。あ、エレベーターか、これが。やめろや！ここなんかあんのかな？なんもないね。おいしいお茶ってやつ。さて、地下ものすごく暗いですね。ボイラー室入れそうですね。あー、ボイボイする。ここはなんかいるじゃん、いきなり音が。あ、ナースさん、天使がいる。天使。日比野さん、これ。こんにちは。消えた。え、ちょ、待って、これって、レイちゃん？この子は
あ、出てきた。あ、幽体離脱ーって。やばい。ちょ、なんでお腹に行くんだよ。無理無理無理。ふざけんな。帰ります。なんでいるの。無理無理。くんじゃない、くんじゃない。違う違う。やばい、ニコロビンじゃない。はい。また来た。帰れってもう。早くしろ。どこ行こう、どこ行こう、どこ行こう、どこ行こう。アイフル、帰ろ帰ろ帰ろ。あ、また来た。またニコロビン。はい、くそ。これ強制的に逃げられないからな。鼻鼻の実持ってるし。はい、結構タイミングはね、もう掴んできた。ドア開かねえのかこれ。あ、何、え、ちょ待って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 、動けない動けない動けない。これあかんあかん、死ぬ。ずるいって。消えた。照れてた。あぶねえ。なんだ今のは本当。なんだあの赤状態って。赤はあかん。ねえ、あの女の子が真っ赤になって襲い、なんか襲いかかってくるって。いやね、襲いかかってくるって。たまんねえな、そんなシチュエーション。あー。つらい。あれ、食らったら一撃なの？めっちゃつらい。何？でも落としないよね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。よし。さて、周り調べましょうか、次。さて、駐車場入り口？開かないね、駐車場は。電気室だって。ここも開かないな。お、何や？えい！おい！何？それあかん、あかんやつちゃう？なんだあれ。放射線治療室。何あれ？ほんまやめてほしい。イエーイ。誰誰誰誰誰誰、後ろ、赤い人。あれ何？俺のこと好きなのかな？赤い人は多分好きなんだろうな。ねえ、だ、地下室、ここだ、資料室入ろう。ねえ、惚れられとる。いや、どうしよう。さあ、地下資料室、ここなら何かあるかもしれない。 OK、 調べてみよう、いろいろと。報告書1、8月3日14時20分頃、当院に長期入院中の患者が自殺。名前、朝霧玲子。年齢13歳。302号室の窓から投身自殺。担当看護師の日比野さんが窓から飛び出す瞬間を目撃している。事件当日、日比野看護師は同室に救急から入院を受け入れていたため、準備に追われていた模様。事情を聞く限り、当院側の過失はなかったと思われます。ね、病院はなんか責任逃れするイメージしかない。中 2?13 歳って中1じゃないの？なんか入ってる。さあ、報告書2。8月10日、日々の看護師が深夜勤中に倒れているのを西坂看護師が発見。その5時間後に死亡。死んだのか、日々のさん、やっぱり。ねえ、家族の了承を得て病理解剖を行ったものの、頭部、体部ともに問題はなく、死因の特定には至ってない。
西坂看護師の報告によると、日比野看護師は当日亡くなっていた朝霧玲子さんがよく利用していたチャットルームをご自分のノートパソコンで見ていた。ね、あの黒い部屋でやつだね。呪われたチャットルーム、のろちゃかわいい、のろちゃ、何やめてほしい、病院で死ぬ、それほんとやめてほしいよね。膨大な数のカルテだ。これは多分動かせないよね、多分ね。さあ、どんどん調べていきましょうか。またあるね。さあ、報告書3を獲得です。9月22日201号室1病室の志村高尾さんが急に意識不明となり、2時間後に死亡が確認。え、志村高尾さんって関係ない人じゃないの、これって。ねえ、関係ないよね、これ多分。病理解剖は家族の了承が取れず行われませんでした。わかんねえ。志村さんはの病床は解放に向かっており、退院の予定も間近でした。ね、死因の特定には至りませんが、状況としては、日比野看護師の件に告示している承諾、あ、ごめん承諾が取れず。ね、なるほどな。あ、なんか奥行きたくないな、奥行きたくないな行きたくないな、行きたくないな行きたくないな。サクサク行こう。わかった、何も怖くない。なんか落ちてる。報告書4を獲得。これで4人目の報告になります。立て続けでないにしても、この病院で4名もの人が亡くなったことでマスコミの追及は厳しくなる一方です。しばらく軽率な発言をしないよう皆さんに注意を呼びかけてください。なるほどね。ダメだよ、みんな気をつけてね。大丈夫？ねえ、部屋の電気消してみると結構怖いってなんか今一瞬見えた気がしたけど、見えた人はもう呪われ、帰ろうかな。なんなの。うん？なんかいる？もうやめて。うん？あ、なんかある。さあ、報告書5を獲得です。すげえ、なんか削られていく、俺の熱い思いが。3月26日、この3月をもって当院の営業を停止することになりました。この1年で起きた5件の死亡事故とそのことに対しての当院の責任を問われてのことです。身に覚えのないことで糾弾されるのは非常に辛いものがある。皆さんの新しい職場については、他の医療機関や院長が紹介状を送り、対応を行っているところです。病院はね、廃院に追い込まれたんだね。この一連の事件は、朝霧玲子という少女の自殺から始まっている。この少女は一体、朝霧玲子ちゃん。ね、みんな大好き。可愛い。天使ですね。あの、顔を真っ赤にして飛び込んでくる。やだ、ほんと。出ましょう。やーい、ちょ、誰であれ、これ、日比野さん？どうした？どうした？消えた？あ、なんかある。連絡書2。朝霧玲子の保護者の連絡が取れず、自宅の電話を止められており、携帯も繋がらない状態。朝霧玲子の遺体は当面、地下の霊安室で預かる予定だ。朝霧優子、新キャラですね。おかん、おかんですね、これ。レイコちゃんのおかん。おかん、でもどうしたんだろう、連絡取れていない。さあ、電話番号をメモ帳に追加しましたね。死体なんとか書、朝霧レイコね、13歳女性、生年月日は不明、死亡日時は8月3日14時20分。これなんか覚えとく？朝霧玲子、あの子の検案書だ。
何検案書って。さっきの番号にかけてみようか。おかんですね、おかん。997-674-681。これでなんか事件の真相が暴かれるか。行きましょう。どこにいるんだろう？おかん死んでるのかな？もしかして。それはやだなぁ。帰ってきてくれ、おかん。おかんはあかん。あかんはおかん。あ、終わっちゃった。つなぐなんとかのショー。終わりです。よし。地下はちょっと怖かった。地下はちょっと怖かった。俺、あの赤い女の子が出てきた時がもう、ダメだった。もうジョボジョボジョボってなった、ほんと。ねえ。ほんとに、ちょっとそこだけは勘弁してほしかった。ねえ。さて、続きかー。続きは地下ってだけで怖いんだよね、ほんとそう。赤が怖かった。それではね、続きいきましょう。ずっと漏れ動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録お願いします。スマホタブレットの方は画面の下から、または説明文よりチャンネル登録お願いします。パソコンの方は画面をクリックしてチャンネル登録お願いします。この動画のシリーズの再生リストはここをクリック、説明文にもリンクがあります。それでは次の動画もよろしくね。バイバイ。